僕は今期14単位取らないと卒業できない大学4年生である。今日はオンライン授業の気晴らしをするためにどこかに向かっている。火曜日の昼間なので電車はとても空いていた。僕はここで1年間バイトをしていた。よくバイト後にこのずんだシェイクを飲んでいた。久しぶりに飲んだが相変わらずお前はうまい。ずんだシェイクを買ってどんどん進んでいく。そう、僕がいるのは空港である。飛行機に乗るときはいつもドキドキする。何なんだろうこの気持ち。空から見る東京の夜景は格別である。飛行機から眺めてもスカイツリーはやはりでかい。外の景色を見ていたらすぐ目的地に着いた。やってきたのは北海道。時刻は8時半。とりあえずご飯でも食べに行こう。新千歳空港の内装はとてもおしゃれである。よし、ここでラーメンを食べよう。あれれ、店がもう閉まっている。確認してみると8時や8時半で終わってる。なんてことだ、腹が減ってるのに。しかし電車のモニュメントを見たらお腹の減りが吹っ飛んでしまった。うわ、また映えるやつある。はい、チーズ。新千歳空港には温泉があり、今日はここで泊まりたいと思う。しかもご飯もまだやってる、最高。ついにご飯が食べられるぞ。頼んだのはオムカレー。うまそうだぜ。死ぬほどお腹が減っていたのでこのオムカレーの美味しさに感動した。新千歳空港温泉は入るのに1500円、泊まるのに1500円、合計僕は3000円かかった。しかしリクライニングルームもあり温泉にも入り放題でとても満足であった。温泉は露天風呂もありサウナもあって2時間ぐらい入りっぱなしだった。せっかくなので浴衣を着てみた。こういうのを着ると旅行に来たって感じますよね。リクライニングルームはめちゃくちゃ快適で幸せだった。テレビも見れるし、あったかいし、空港から直結だし、申し分なかったので、ぜひみんなにも泊まってほしい。なんなら家よりもぐっすり眠れた。空港に泊まるのは初めてだったけど、とても快適だった。新千歳空港温泉、ありがとう。めちゃくちゃいい気晴らしになった。この後、高校の友達と合流して、2泊3日の北海道旅行が始まる。久しぶりに集まるのでめちゃくちゃ楽しみ。しかし僕は卒業できるのであろうか。最後までご視聴ありがとうございました。